Wondering if thousands of miles away The sky's just as blue It's as if I'm stuck in yesterday When I'm thinking of you Cause when you have your morning coffee I'm turning out the lights so I could dream And when you smile through the screen I wish you could be with me So I lay my head to rest When the sun is rising I'll start a brand new day When the moon is shining I long to be with you In all the places you have been So today I am はい、おはようございます。今日はね、長野県に来てます。今いるのが辰野ホタル童謡公園って言ったかな。今日ね、その公園からサイクリングコース、モデルになってるコースがあるんで、それをね、ちょっとベースにしながら、それベースにすると何キロ、40キロちょっとかな、40キロちょっとのモデルコースをベースに、まあ、ちょっと気になったところもちょいちょい寄りながら今日はね、行ってみたいと思います。子供たちもね、来てるんで一緒に。今日は長野を走ります。今日はね、自転車で舗装路を走るんでキャノンデールで来てます。あえてね、重いマウンテンバイクで来る必要もないんで、まあ、子供たちはいつもの通りチャージと GT ですね、マウンテンバイクで行きたいと思います。親父だけね、ちょっとズルしてるんですけど。よし、じゃあね、支度終わったんで行きましょうか。今日はね、まあそこそこの距離走るんで、インカム、久々のインカムですね。2回目の使用です。前回使ったのは、あの千葉に子供たちとキャンプライド行った時以来の2回目ですね。これを朝一っぽいのやってるね。軽トラ1って書いてあります。まあ特産物が多分売ってるんでしょうね、地元の。いやー、いいねー、田舎道。うわー、ローカル線じゃん、線路が走ってる。うわー、気持ちいいなー、この道も。最高だね、いきなり最高だね。これは何だろう、天竜川ってやつかな。稲刈りシーズン到来、始まってすぐもうこの景色だからね、期待できるよ。これはほんとはね、昨日今日でバイクパッキングでキャンプ行きたかったんですけどね、子供たちと。まあ見事に台風は直撃ということで延期です。うわー、気持ちいい、いい道だこれ。よし、早速モデルコースから道を外れます。本当はね、こっち左側の道が正しいルートなんですけど、ちょっと川沿いの方を走りたくて川沿い行ってみます。やっぱね、昨日台風が来てたんで、ちょっとね、川の水かさ増してんのかもしれないですね。まあいつもどのぐらいだか分かんないんですけど、なんか水が増してるような気がする。流れがちょっと強いんでね。いやー、気持ちいいな。天気もね、良好ですよ、台風一過。お、道がグラベルになりましたね。すげえ。
すげえ米。すごいね、もう黄金の絨毯だよ。いやー気持ちいいよ。のんびり走りたいね。スピード出さないで。スピードなんか出しちゃダメでしょ、こんなとこで。そっち遠回りなんかやめとけ。やばい。おお、めっちゃ気持ちいい。めっちゃ気持ちいい、マジで。またしてもグラベル、ダブルトラックのグラベル。あいや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 いいつものね、休憩ばかりで全然先へ進みません。まあね、至るとこがね、もう景色がいいんで必然的に止まっちゃうんですけどね、もうこれはどうしようもないということで。ここまでだいたい10キロぐらいなんですけど、あのね、ずっと川沿いなんでコンビニとかが全くないんですよ、お店が。だからね、補給するものが買えないんで、スタートする前にね、ちゃんと補給するもの、飲み物とか買っとかないと。この辺から川から離れてちょっと街中に出た感じかな。暗い、くっつき虫。ようやくコンビニ発見、ようやくコンビニ発見。よっしゃ、ちょっとお茶買っていこう。マスクな、マスク、マスク。今のコンビニでなぜかお茶以外にもアイスを買っちゃったんで、ちょっと今アイスをね、食べれるとこを早急に探してます。せっかくだからね、なんかどっか広いところで食べたいんですけど、でも早く見つかんないと溶けちゃうという。アイスを食べるために正規ルートを外れてまた川に戻ってきちゃいました。よいしょ。で、食べる？パパの。うまい。いい道ですなこれ。気持ちいいなこういうとこは。うわ、気持ちいい。ほんといい時期だよな今サイクリングするには。風が涼しいし、ちょっと夜になるとな寒くなるけど。右、おー、なんか山の中って感じになってきたね。いい道だここも。おー、してるよ今。おー、素晴らしい。
いや気持ちいいな。ああ下りは涼しい。いやー田舎道を堪能できてますな。ダウンヒル行かなくて正解だったか。トンボすごいね。赤トンボがすごい顔面に当たってくるよ。すごいあれレトロな橋、石橋。あーもうマジで。ここね、地図上っていうかあのコースマップ上ではしばらく登りって書いてあったんですけど、言うほどそんなに坂道じゃないですね。ここなだらかな登りなんて全然普通に漕げちゃうな。マウンテンバイクでも問題ない。あの石橋渡りたいな。うん、でもコース的にあれには渡らないんだよね。すごいね、昔ながらの石橋。あ、渡りたくてもこれの上登れないね。上行ける道ないね。え？鍾乳石っぽいの。あー本当だ、垂れてんじゃん下にボタボタ。何これ、ほら橋の至るところ。分かる、なんかコンクリのなんか成分なんでしょう。下に垂れちってる。あれ当たんないようにしないと汚いよ。なんかん固まってる。ここの橋は廃道廃墟マニアにはたまらない八乙女の水ん水路橋っていうのかな、これ。ちょっとせっかくなんでね、その橋、今の橋行ってみましょう。歩いて水路橋、明治9年書いてありますね。ちょっとじゃあ行ってみましょうか。あ、ちゃんと街灯もあるんですね。普通にね、今でも一般の道として使ってるみたいなんで。よかったね、比較的緩い坂でね。マウンテンバイクでもこのぐらいだったら全然登れるでしょ。いや、なんだろうこのでかい石は。辻なんだ、集落。うん、なんかそんな感じで書いてあるね。金木犀香る秋のこの時期。ミノワテラス寄ってみる。サイクルラックあるよ。ちょっと寄ってみようか。ミノワテラス、うん、よし。じゃあ昼飯は今あそこで買ったパンですね。牛乳パン。うまい？じゃあ。うまい。うまい？うん。さあ昼飯も食べ終わって先進みますか。先へレッツゴー。インカムの電源入れっぱなしだな。
か腹いっぱいになったら眠くなってきた。まあいっぱいじゃないけど。いや坂道が続きますな。はあ、あー気持ちいい下り。ちょっと寒いぐらいだね。あ、ここ休憩するとこある。休憩する、休憩しようか。しょ、わあいいとこじゃん。またも休憩です。今ね、信州箕輪花輪、信州箕輪花街道の今東屋があったんで、そこで今休憩です。景色もうね、多分ね登り終わったと思うんですよね全部。あともう下るだけだと思うんで、半分ちょっとはもう来たのかな。20キロ、24、5キロぐらい今走ってきたと思うんで、まああとこっからはちょっとね楽だと思うんで、のんびりねこれから行きたいと思います。まあ初めから結構のんびり来ましたけど、今日はね、ここ稲谷っていうのかな地名。結構ね何個かねサイクリングコースが4個5個ぐらいね、多分市でやってると思うんですけど、その市のねおすすめプランコースみたいなのがあったんで、その中の今日は一つですね。一応なんだろう、上級者になったのかな、レベルは。まあ距離数が50キロない、44、5キロぐらいの距離なんで、でもね、子供でマウンテンバイクでも走れちゃうような距離なんで、大丈夫だと思いますね。普通に自転車乗れる人だったら。自転車交換して今僕がチャージ乗ってます。いやー気持ちいいな。下りで終わりと思いきや、ここで折り返しの上り、しかも結構長い。よし、こっからが正真正銘の下りだ。あんまスピード出さなくていいぞ。道の駅大芝高原発見。ちょっと寄り道しましょう。あれ、とりあえず道の駅でプリン食べましょう。さあ、下行っちゃった。もう無理、取れない。うまい。ブルーベリーかけなきゃダメじゃん。さあ、道の駅終了してまたキロへ着きましょう。まだね下りが続くみたいだからだいぶ楽だと思います。田んぼ、ここで川に戻った。多分左だと思うんだけど、ちょっと一回止まって。で多分ね橋があると思うんだ。これを渡ってまたすぐ左。うん、だから川沿いだよ。川沿い行く感じ。気をつけろ、車。車通し。狭っ。面白いね、この橋。車通る。
めっちゃ冷たい。うわー、冷てー、気持ちいい。本当に。触ってみる。うわー。うわー。うわー。冬。ここね、本当はこの箕輪ダムって方、ここ右なんですけど、今日はね、ここをちょっとショートカットで左から行きます。ちょっと休憩しすぎたな、いつものことだけど。なんやこれ、アイスみたい、ソフトキャンディーみたい。どうかな。